皆さんこんにちは、関です。ヤッホー、あっちーさんです。今回は皆さんに私たちの1ヶ月の生活費をご紹介していきたいと思います。はい、私たちは財布が別で、家賃は折半、食費も折半、何もかも折半しております。はいね、うん、今現在私があの家計簿をつけていて、私は大体どれぐらい使っているか把握しているんですが、あちさんはほとんど何も知りません。 Do you know how much money you use? For myself, it's like 100 euros a month for groceries, 130. OK, OK, OK. So you can guess today. メモをしてきましたので、こちらを見ながらあのクイズみたいな感じでお話ししていきたいと思います。ということで行ってみよう。よう。まず家賃です。What? In one month? Yeah, in one month. 567 euros. Ho 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 ho. Because you paid. How big is the apartment again? 60 something square meters. In tatami? Our house is like two stories, two bathrooms. Also comes with a storage, which is nice.ああ、そうだね。Somewhat close to like nature places, so if we wanna go walk somewhere or bicycle in like a forest, like、うん、we can just do that. So, はい。めっちゃナイススポット、if you... 私たちのところはね、ああ、間違えた、これじゃないです。No air conditioning though, so that's a bit of a minus. あと40畳です。39.2 畳です。65平米だと思います。はい。Exactly as many tatami pieces as I would have thought. でも2人暮らしだったらまあ、十分だと思います。Yeah, but... でも私はもう一部屋欲しい。Why? え for what? ベッドルームと your office は一緒だよ。Yeah, I don't mind. I do mind. I want to have a bedroom without you doing like... Ah. When I want to sleep, for example. I do have a bed in my office though. Yeah. We keep our old bed, like, which is our guest bed. はい。Like in her office.はい、あのウォーターとかエレクトリックのお金はありますか？It's a part of the rent. はい、はい、今1ユーロ 141.2 円です。やば、はい、インターネットは20ユーロ per month、はい、そうです、当たりです。携帯は For me 20, for you 20。 うん、私は経費だからあれだけど、あの、はい、そんな感じです。じゃあ食費、日用品と分けて買っていないので、スーパーでも全部買っているので、特に日用品はこれ、グローサリーはこの値段と計算しているわけではありません。日用品と、in Japan is it like kind of separated? We also go to drug store to buy like 日用品、oh, okay. Okay, so okay. That's more common、for me more common、okay, okay. But yeah. Yeah, まあでも私たち日用品とその食費込みで、はい、いくらですか？For me, if it's 100 euros a month, I'm gonna say 230. Oh, なるほど、なるほど、なるほど。はい。276 euro でございます。はい、こちらは、上半期の平均でございます。Eating out included. Count. ごめん。Come on. ちなみに、eating out はいくらですか？ We don't even eat in a restaurant every month, I don't think. 20 euros a month?30 euros a month? 1回ご飯に行って30ユーロぐらい払うかなって感じだから、1回か2回しか行かないのでそんな感じですが、これは4月にヘルシンキに行ってるから多分ちょっと高くなっています。4月が多分150ユーロぐらい。はい、続いて、犬のお金はどうですか per month? If you don't count how much he cost? それは去年だから、just the food or also the vet? Vet also. 犬にかかるお金です。40 euros a month? おお、この上半期なので、上半期にあの彼はあの手術をしたので、そのお金が入っております。 Then that's gonna be 70 euros a month. あ、そう、84 euro。 もっくんは最近あのどのご飯がいいのかちょっと探し中なので、ちょっとテストします。お腹がね弱いみたいで、この方と同じで、Yeah, I have to find out which things he can eat without. 海外のドッグフードでおすすめがあればぜひ教えてください。次何？次はね、あのメディカルな感じの、このマイセルフのやつだけど、デンティストとか。Ah, so I don't know at all. I mean for me it's, let me see. So that's like, 4-5 euros a year for me. ああ、そうですね。うん。だってあっちくんはあの薬を飲んでいますけど、あれは
government がちょっと払ってくれますからね。Like I have to pay like up to 50 euros a month.、うん、Anything that goes higher, the government pays. はい、そうです。これは持病がある人にあれなんですけどね。はい。なんだっけ？あ、そうそうそう。あれは、私は、まあ、10ユーロ。私はあのビールを飲んでいたものがあったのをあの4月に買っているので、追加で買っているので、それと、あとはあの目薬。ああ、oh yeah, because you have like pollen allergies and whatever. そうなんです。鼻がすごく悪くて鼻の手術をしてるんですけど、その時にあの鼻のそのアレルギーを取るキャッチする神経をカットしていまして、日本の花粉はもうほとんど反応がないんですけど、だけどあのフィンランドのね花粉はなぜかまだ免疫がないのかわからないんですが、反応が本当にひどくて、で今がね花粉のシーズンなので。ちょっとね、大変です。じゃあ最後に、これは交際費。Someone's birthday とか、Someone's present とか、なんかそういうやつです。20 euros a month? I put 50 here. お土産屋さん？あ、お土産は、お土産を入れるともっと大変です。Me buying anything from my friends, it's like... It may be mostly like, I buy you a beer. あ、まあそうですね。Not even that, because bars here are expensive. うん、そうですね。It's actually cheaper to order beer from Germany to here. 本当に本当にそう。旅費なんですが、もしトラベルするんだったらこちらからヘルシンキとかに行くので、一人20-30 euroぐらいの VR のチケットが取れて、日本のやつはインクルードしてません。ですが、あの PCR 検査を受けるんだったらこっち120 euroぐらい。一人にかかりました、うん、もうすべてをね、日本の規制にあの使ったという感じでしたねはい、ということで、今回のあの合計は、トータルはいくらだろうね Tell me All the notes were in Japanese, so はい、あのトータルをしていませんでしたが、あのトータルあんまりかかっておりませんという感じです。肉とか魚とか買わなくなったから、肉を買わなくなったからちょっと減ったかな、It's like sometimes, but yeah、うん、食費はあの去年は300ユーロぐらいかかってたんですけど、本当に全然、なんででしょうね、自分たちで作るようになったからかな。最近はね、ハンバーガー食べに行ってピザ食べに行ったね、そうですが、誰かが来ない限りとかお祝いとかがない限りはあの特に外食をすることもないです。ということで、こんな感じで終わりたいと思いますが、いかがですか？楽しかったです。あ、そうですか。本当に楽しかった。今回も見ていただきどうもありがとうございました。 Thank you so much for watching、はい、See you all next time, bye I'm still on the frame